ベーター・エドアルト・シュトレーリンクによる、肖像画。第2代順段シャクサー・ヘンリー・ベイン・テンペスト、1771年1月25日1813年8月1日は、イギリスの政治家、庶民院議員を務め、現職議員のまま死去した。初代順段シャクサー・ヘンリー・ベインと、妻・フランシス、1795年1月19日没。 ジョン・テンペストの娘の息子として、1771年1月25日に生まれた。1785年より、ハーロー校で教育を受けた。1794年6月7日に、父が死去すると、順番借位を継承した。母方の実家であるテンペスト家は1742年より、シティオブ・ダラム選挙区で一議席を有しており、 1794年8月13日に現職庶民委員で母方のおじにあたるジョン・テンペストが死去すると、ベインはその遺産を継承。1795年4月28日に議会立法を経てテンペストを正に加えた。その上、ベインは1794年10月の補欠選挙で当選してテンペストの公認となった。 1796年イギリス総選挙では無風で再選したが、1800年初に辞任を発表、補欠選挙で姉妹の夫にあたるマイケル・アンジェロ・テイラーを支持した。テイラーと無所属ながら与党に同情的だったマシュー・ラッセルの間で選挙戦が戦われ、ベイン・テンペストは17,191ポンドという大金をはたいて、テイラーを当選させた。 ベインテンペスト自身は1794年から1800年まで庶民院内での活動がほとんどなく、辞任の理由はアントリム女伯爵との結婚で北アイルランドに広大な領地を得てアイルランド貴族への助爵が期待できたためだとされた。1801年秋、次の総選挙でカウンティダラム選挙区から立候補することを発表した。現職議員で 銀行家のローランド・バードンが不出馬を表明したため、1802年に議会が解散された時は、ベイン・テンペストともう一人の現職議員第6代、順段シャクサー・ラルフ・ミル・バンクの二人だけが立候補を表明したが、ベイン・テンペストが不人気だったのに対しバードンは、それまでの貢献で絶大な人気を誇っていた。そのため、ウィリアム・ラッセルや、元議員の第4代順段シャクサー・ジョニイエーデンが、 バードンの説得を試み、バードンは1802年7月21日に立候補に同意した。この知らせを受けたベインテンペストは立候補を取り下げた。1806年イギリス総選挙ではアイルランドからダラムにやってきて立候補したが、支持を得られず、得票日までに立候補を取り下げた。1807年イギリス総選挙で再び、 カウンティダーラム選挙区から立候補した時には、ミルバンクとバードンの公認外6代、順番クサートマス・リデルが、カトリック解放問題や、政府のアメリカ合衆国への敵対政策で人気を失っていた。この時もバードンが再出馬するよう説得が、試みられたが、バードンは、銀行の破産により1806年に不出馬に追い込まれた身であり、 再建者への支払いも済ませていないうちに再出馬することが批判を受けた。さらにミルバンクが選挙戦に必要な資金がないと表明すると、リデ,デルとバードンは妥協として不出馬を決め、代わりに全員が受け入れられる候補者カスバートエリソンを支持した。ここでベインテンペストが一連の動きをカウンティの選挙権を奪うために計画された陰謀として批判。 選挙権確保を旗印に立候補した。ミルバンクとエリソンは選挙協力に同意したが、ミルバンクの支持者の多くが2票目を、ベインテンペストに投票したため、ベインテンペストは563票で当選した。1812年イギリス総選挙では、ベインテンペストが再選したほか、ミルバンクが健康上の理由により不出馬を決めた。1八百七年の総選挙からわずか二週間後には、 レインテンペストの死去が報じられたが、実際には10秒ながらも生きており、後に登院できるほどに回復した。議会では、野党保育党に同調して1809年2月の新トラ協定に反対、1810年5月に議会改革に賛成した一方、1812年3月と5月のカトリック解放をめぐる採決では与党に同調して反対した。 議会で演説した記録はなかった。1813年8月7日に死去、後継者がおらず、順断釈位は廃絶した。遺産は、一人娘フランシス・アン・エミリーが継承した。娘フランシス・アン・エミリーの肖像画、トーマス・ローレンスが18、1818年、1799年4月25日に、第2代アントリム女伯爵、アンキャサリン・マクドネルと結婚。 一を設けた。ベインテンペスト夫婦は息子を望んだが、生まれたのが娘だったため、二人は娘をネグレクトした。しかし、二人が息子を設けることはなく、ベインテンペストの死後には、娘が遺産を継承した。娘の後見人には、アントリム女伯爵とベインテンペストの姉妹にあたる、フランシス・テイラーが務めた、ハンブルトニアン、ジョージス・タップスが、1800年、馬主であり、 下記の優勝馬を所有した。ありがとうございます。